はい、宮脇チャンネル過去メルマガ版ドドーンと始まります。今回のレギュラー放送ではチャンネル登録者様4万人を喜んでおります。これもひとえに皆様のご支援のおかげでございます。本当にありがとうございます。で、今回メルマガ版ちょっと通常のレギュラー放送と違う内容をお届けしようと思います。そしてもしかするとというか、かなりの高確率で、広告剥がし、しかも完全版で広告剥がしに遭う可能性がかなり高いお話をちらっとしたいと思いますので、これ完全に広告剥がしになったら一般公開してやろうかななんて考えております。何かというと、今国内というか国難ですね、国を襲ってる国難について、いわゆる言論界でもう徹底的に締め出せよなんつう声が、今でもあります。そしてね、それやった方がいいのね、やっちゃった方がすっきりはします。私は最初から言ってる通り、その通りなんですが、果たして今やることに意味があるのかという、その費用対効果の面ですね。で、やるならやればっていうのが、私の立場。ただ、いかんせんそこに処罰感情というか、これやると国民がすっきりするよっていうところ、そのすっきりするよってところで何かを決めてしまうと、これね、逆にこちら側がよくやってる魔女狩り的なことと同じになっちゃうんですよ。もちろん法律的な裏付けで論拠と根拠があってバシッとピッピとやることに関しては私大賛成なんですが、その国民感情を満足させるためにそれをやれという人たちが今増えてきていて、これはね、どうなのかなと首をひねります。で、それも議論の果てにね、結論が出たならば私はそれに従いますし、私は最初から言ってるようになんですよ。なんですけどね、その議論が必要だなと思っております。それより今、私が危惧してるのが、こちらの国のプーさんがプーしちゃって、そのプーの責任を我々日本国に押し付けようとしてるんじゃないかなという話。何かといえば、エレベーター、カチャーン閉まりました。ポーッ、っていう、あれ。ね、もしお食事中の方いたらごめんなさい。なんですが、誰がしたか何をしたかじゃなく、しちゃった時にすっとぼけちゃう人がいて、今なんだかね、今日本とか世界中が大変なことになってることについて、いやいや俺じゃないよとね、プーさんがプーをねたばかろうとしてるんじゃないかという、ちょっといささかここまで冗談めいて言いましたが、端的に言うと情報戦が始まっております。自分たちの責任ではない、あるいは自分たちは封じ込めに成功したけれど日本はどうですかとか、今実際アメリカの方で起こった時にアメリカから来たんじゃないのとかね、くるくるユニークなことをおっしゃり始めておりますが、これをくるくるユニークなと一生に付すのではなく、これが彼らのなんつうんでしょうね、あえて言いますがしたたかで巧みな情報戦なんです。で、今こここそ警戒しなければならず、これに注目している人もパラパラいますね。イエス高須クリニック高須克也院長なんかも気をつけておりますし、幾人かはおりますが、まだまだそのピッピの方にこだわってるような感じが私には、見えて仕方がないです。しかしもうどんどんフェーズが変わって状況が変わっていっているわけです。これは今の国難のそのもので、メディカルな部分とか、それはもうどんどん逐次やっていくしかないんですが、それ以外の情報戦の部分でもう彼らは次のフェーズ、もう今の日本の国内の報道とか言論とかから比べるともう3つぐらいステップ先行ってるように私には映ります。で、これちょっと今本当にいいようにやられてるんですよ。これね、ちゃんと議論しなければならないと思います。で、ただいかんせん彼らの場合にはとても情報のコントロールが甘くってとまでは言っていないってところの寸止めなんですよ。なんでね、これちょっといずれというか近々どっかでまとめて一つ一つ指摘したいなとは思っております。ただ本当にうっかりしてしまうと、その分断を煽ってしまったりとかすることが今本当に一番怖いんで、ちょっとためらっている今日この頃でございます。本当に彼らの情報戦というのはとんでもなくバカバカしいなと、論理的整合性から見た時にバカバカしいと思うんですが、そこでバカバカしいと放置してしまうと結局そのまま流れていってしまう。桜の来る季節にお越しくださいとかっていう話もその前の段階でかなり噂は出ていたんですね。しかしまさかみたいなところである意味油断をしていたら結果的にこうなった。その後のね最近の報道で秋まで延期ね、秋には何が起こるかなというわけで、秋の次は春になり、春の次にはまた次の秋を迎え、その頃あの国はどうなっているのかと時間を味方につける。これはそのまんまこちらの国の発想でございますが、良いものは良いと取り入れたいなと考えている今日この頃でございます。というわけでレギュラー放送でお会いしましょう。バイバイ。